こんにちは。こんにちは。私は、突然ですが、レズビアンです。皆さん覚えてますか？ LGBT は生産性がない。覚えてますか？多分ほとんどの人忘れてると思います。ほとんどの人は忘れている、そうだと思います。でも私は覚えてます。あの時あの文字を見た時の血の気が引く感覚とか、友達と一緒に抗議しにデモに行ったこととか、昨日のことのように思い出せます。同性婚できません。ある特定の誰もが使える制度から特定の組み合わせが排除されているということは差別だと思います。LGBT 差別禁止法成立しませんでした。差別したいんでしょうか？差別を禁止することがなぜできないのでしょうか？私だって泣きたいですよ。自民党前に行って床に頭すりつけて、もうこれ以上こんなことしないでくださいって言いたいです。いじめないでくださいって言いたいです。頭下げたいですよ。でも頭下げたって何にもならないってわかるから嫌ですよ。こんなところで話したくないですよ。恥ずかしいですよ。でも話さないといけないと思うから話してます。差別をするな、人権守れ、これを言いたいんです。福島さんはいろんなところに足を運んで聞きに来ます。聞いてあげるんじゃない、聞きに来ます。ぜひそういう人に国会議員であり続けてほしいと思っております。だから私今日応援して